朝倉博之は東京メトロポリタンテレビジョンの報道局報道部長。元日本海テレビジョン放送中国国際放送のアナウンサー。奈良県奈良市出身。同志社大学法学部政治学科卒業後、1996年 NKT 日本海テレビジョン放送にアナウンサーとして入社。入社3年目からズームイン。朝。を担当。鳥取。 島根担当キャスターとして、特にグルメ系レポートが多かった。それと同時に、ローカル情報番組、55、テレビでもメイン司会を務め、同社の柔らか系アナウンサーとして活躍する。一方で、スポーツ中継にかける情熱は人一倍で、高校野球、サッカー、バレーボール、バスケットボールなど幅広いジャンルの実況で、アナウンサーとしての幅を広げた。 その後、退社し、ディレクターとして、スポーツ番組、ドキュメンタリー制作などに携わる。2003年から、中国の北京語源大学に留学。2005年8月21日、中国国際放送に入局し、日本語放送を担当するアナウンサーを務め、スポーツ番組、スポーツ中国で、パーソナリティを担当した。それと同時に、中国スポーツの取材。 執筆を行い、フリーライターとしても活動した。また各種ラジオ番組の出演やコラム執筆なども、行った。島根県の地方市参院中央新報では、朝倉博之の三好北京を連載していた。2009年、中国国際放送を対局して、日本に帰国。その後、東京メックスに入社し報道局で、土星キャップ、警視庁キャップを経て、 2015年7月から報道局報道部長を歴任。2019年東京 MX を退職。同年東京都産業労働局にいる都市公益財団法人東京観光財団に出向し、現職。ありがとうございます。